中原めぐみ人は、日本の政治家、埼玉県吉川市長、元、埼玉県議会議員、千葉県松戸市出身。1989年3月、改正高等学校卒業。1994年、筑波大学在学中に学習塾を設立。1996年10月20日に行われた第41回衆議院議員総選挙に、 茨城県6区から、新東先がけ公認で出馬し落選。1998年3月、筑波大学第一学軍社会学類、政治学科卒業。2008年、放送大学教養学部発達と教育専攻卒業。2011年、東京福祉大学大学院、臨床心理学専攻博士前期課程終了。2011年4月10日、 産婦人会の妻の実家がある吉川市から埼玉県議会議員選挙に無所属で出馬。自由民主党の現職議員を破り初当選した。2015年2月15日告示の吉川市長選挙に出馬と同時に県議を辞職。2月22日の市長選において市議の応援は数人であったにもかかわらず、現職の戸張種重を破り初当選した。3月7日、 市長就任。当日有権者数53,721人。最終投票率 48.98%2019 年の市長選で元市議の吉川俊之を破り再選。当日有権者数57,938人。最終投票率43.25%。ありがとうございます。